はい、皆さんこんにちは、ジョイゼロさんです。今日はですね、数ヶ月ぶりに、高速に乗ってですね、熊本県外の方、宮崎の方へツーリング行きたいと思います。はい、なんで宮崎かと言いますと、宮崎でですね、ビートライダーさんが、ミーティングをやると、ヒューガーだっけ、あの辺のデモンデマルシェというところでミーティングをやるというので、これにサプライズで、突撃をしたいと、思って走っております。ついでにですね、その近く、丸目にですね、父岩神社、おっぱいの神社があるらしいので、そちらにも行ってみたいと思っております。はい、人吉の方に入ってきました。すごい霧です。ここが山へのサービスエリアですね。うわー、マジか、これ高速だぞ、高速これ。いやー、人吉霧がすごいのは知ってましたけどね、ちょっとひどいですね。まあまだ走っててですね、前が見えるんでですねいいんですけども、これであの朝日が真正面に来たら多分何も見えなくなると思います。はい、海老野のパーキングエリアで、朝ごはん食べて休憩して、また再び、宮崎を目指します。ちょっと上来ました、寒かったんで。ただあの下は持ってきてないんで、下はですね、寒さに耐えないといけないです。よいしょ。We will rock you. はい、京都県南ですね。丸目の父岩神社はここからすぐそこです。よい、ちょっと、えい、えい、えい、でろぶ。よいしょ、これですね。あ、父岩、父岩書いてあった、父岩連呼しすぎだ、父岩あとここに沿って、これは何、竣工記念碑。あ、ここのため池の竣工記念碑なんですね。さあ、父岩、父岩、なかなかにひどい。うわー、おー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 、よいしょよいしょよいしょ。一応ナビではこっちになってますね。あ、入ってきたけど、これ俺バイク大丈夫かな。まあ、これぐらいが続くぐらいなら大丈夫かな。よし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 。目的地に到着しましたって言われたんですけど、看板かなんか出てないのかな。あ、あそこなんか鳥居がある。あったあった、鳥居がありますね。ここからここから登るんだ。あ、なんか駐車場みたいになってるなってるなってる。よしよしよし。はい、宮崎県父岩神社、父岩です。はい、父岩様ですね、父岩神社かな。どうも日本神話にですねつながる、言われがあるみたいです。決してですねやましい気持ちで行くようなとこじゃないということを言っておきます。本当かな。うわっと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 、よいしょ。さあ登ってみましょう。よいしょ。父岩様、父岩様って思いっきし書いてありますね。よいしょ、あれかな。もうとりあえず入ってみましょう。失礼します。おお、階段がでかい、やばい、これは力尽きるパターンや。よし、うわ、ちょっと苔がひどいな、怖いな、これ。あれが、あ、あれが多分父親なんですね。あ、あそこに祠があります。
てそんなに登ってきてないはずなんだけど、よいしょ、帰りが怖いな。神様の通り道、あ、これなんですね、多分。小さな繋がります。あ、あれか、見えますかね、あそこに丸くポコンって、これですね、これが父親のあれじゃないですかね。すげえなこれ。 あそこにもなんか突起がある。だからあそこにもこれですね、小さな突起、これがあるから、なんかここにもう鳥居が置いてあるんでしょうね。はい、というわけで父岩様、父岩神社でした、見ての通りかなり険しいとこでしたけど、なかなか神秘的なとこでしたね、本当にですね、なんだろう、パワースポットっぽいところでした。はい、次はですね、皆様が、集合しているデモンドマルシェ、行ってですね、サプライズアタックをしてこようと思います。道適当走ってきたら大丈夫なのかな。よいしょ。あー、もう宮崎、いやー、いいよ本当に。いやー、いい天気になってよかった。そして出てきてよかった。本当はですね、土日と休日出勤の予定だったんですけれども、土曜頑張って仕事切り上げて、今日出てきました。よかった、出てきて、おはは、すげえすげえ。さあ着きました、デモンデマルシェ。あれ、来週のために仕事してるんやったんですか。え、仕事です。もうだから朝のツイートはあの仕事に行くかのような。でも仕事に行くとは書いてなかったでしょ。どうします。いや、僕もすぐ帰りますよ。 ある程度したら。びっくりした。いや、寒かった、高速。はい、じゃあ、おっとっとっと、よいしょ。はい、じゃあ、どうもお疲れ様でした。またお願いします。はい、わざわざありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、これをどうやって出そう。優しいなぁ。うるさく帰りますよ。これのためだけに来ましたから。なんか次予約が。ん、なんもないっす。強いて言うならモンハンです。大看板。大看板死んじゃうな。よいしょ。おっとっとっと、はい、よし、じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。おお、やめてくださいよ。お疲れ様でした。はい、ということでですね、ビートライダーさん主催の MotoGP ミーティング、in 宮崎、デモンデマルシェ、参加しました。この後皆さんはですね、ご飯食べて軽く走るみたいなんですけれども、僕は僕でですね、延岡の方へ走って、なんだっけ、チキン南蛮とかですね、向こうの名物食べて帰ろうと思います。
はい、小倉ですね。チキン南蛮のお店です。はい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 、ごめんね。はい、はい、お土産いろいろ買いました。まあ、単なる食材もあるんですけど、生しいたけ、それとなんかこの辺牡蠣が有名らしいんですね。これ次郎牡蠣っていうやつです。こちらを買いましたと、これもただの食材、私が食べたかった、銀なんですね。まあ秋の味覚ということで、でこっちがですね、なんかここで売ってた大きいパンです。食パンです。よくわかんないですね。山食パンだそうですと、先ほどの、次郎牡蠣のプリンですね、美味しそうだったので買いました。牡蠣のプリンって珍しいですね。あとこれがよもぎ団子ですね。まあこれはちょっと甘くて美味しそうなだけで買いました。まあうちの親父も袋もこういう甘しみは大好きなんでですね、まあこの土日、完全に親父を袋ほっといたんでですね、お土産として渡そうと思います。はい、というわけでですね、喜多方よちみる屋で、親父殿、おふくろ殿への、お土産を買ってですね、これから美しい国道218号日の影町を通ってですね、帰ることにいたします。非常に楽しい、ツーリングでした。久しぶりに、熊本の外に出てですね、宮崎の、父岩様に行って、デモンズマルシェ、デモンデマルシェで、皆さんと、お会いしてですね、その後は延岡の小倉でチキン南蛮を食べて、で喜多方よちみる屋で買い物をするということで、本当にですね宮崎を堪能したかと思います。もうですね、あのネタの方がなくなってきましたので、チンポツーリングも再開したいと思いますので、いろんなとこ行くかと思います。多分ですね、福岡の壱岐の島、オバマ、あと鹿児島に2つありますね、あるので行こうと思いますので、その時もし近くにいるようでしたらよろしくお願いいたします。はい、ではですね、本日の動画はこの辺りで終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。では。